すごいわこれが。決められへんわ、こんなたくさんいっぱいあんの。ちょっと撮影していいか聞いてんけど撮ってる後で聞いてみよう。聞いてんのかーよね、説明を。え、これネビラスっていうのかっこいい。ワリカツさん来てるんやったら、あのネビラスの旅入ってくればよかった。そうや、あ、この間みんな買ってはったそれ。知ってる、あれ裏番とかでしかせえへんから。そうね、うちポチれへんね、いつも間に合わへんくて。そうやつね。へぇ、あ、これやこれや、そうやこれや。私持ってるやつは旅はするやつ。これ。うーん、これもいいでしょ。でも全色持ってる人ですね。その黄色と紫すごくないですか？黄色と紫。これグレーだね。こっちの色もすごいのこれ。何これ。うーん、すごい。値段いくらなんやろな、こうは。こっちもね、染められるから、そうなんや。ストールとか。え、これは何の素材ですか？これは綿。下の綿で。あ、ほんな洗えるんや。洗える。洗えるけ、洗えるし、こんだけ黒いけど色が出ない。あ、洗っても色が出ない。へぇ、そうなんや。ほら、全然雰囲気が。ね、同じようでも。へぇ、うん、ちゃうわ。え、これお値段は載せてもいいの？ダメ？どうぞ。いいの？え、それいくら？5万5000円。あ、ほんと？え、いいやん、買いやすいな。へぇ、わかりました。ちょっと涼しそうですね、この素材が。あ、触り心地が？うん、ほら、これちょっとなんちゅうのこれ、あの、シボが入ってる、うん、あ、これはちょっとうん、シャキッとしてる。そうそう、そうなんや。いや、えらいもん見てしまったな。ありがとうございました。素敵なお庭が。あらー、すごい。なんと素敵な。横から上がらせるな。どうぞ。私は前回娘さんが出してもらいました。あの、有名な、ちょっと荷物を置かせていただいて、有名な方がね、はい、お茶飲まれたんですよね。あ、そうなの。まあ、昔からね、あの、まあ、お客様の接待に使ってます、はい、あのですからね、14代将軍の家持様は2回ぐらいここで、はい、ですよね。まあだからいろんな方がこれおそらくね、家元様だけじゃなくて、はい、座られてるんですよね。はい、すごーい。どうぞお入りください。いいんですか、失礼します。あら、すごいな。まあ、なんという、すごい。ご覧ください、素晴らしい有松絞りです。武田さんの会長さん、ありがとうございました。有松絞り大好き。はい、え、これを絞って、これがこの印に基づいて、うん、絞ってこれ、うんうん、これを染めてこれ、はい、で糸を抜いてこれ、これこれはね、でこれが鹿の子絞りっていう反物、あなたが着てる浴衣の横幅がこれ。え、嘘。横幅がこれ。よくご存知ですね。でもこれをほどくと、これでこれを湯のしという作業をして反物の幅になります。でね、それをどうやって絞ってはるんですか？これはじゃあ今やりますね。この印に沿って一周回して、この印をこれ針ね、針で持ち上げて今絞りました。わかる？こうやって印に針をかけて引っ張って今絞った。なるほど。キュッとこれで絞ってる。こうしてここは回してるだけ、回してるだけ。しかも引っ張るから、でここにやって、これこのこうずっとぼっちが上出るでしょ、玉が。でこれをふってやると、ここで今絞った。だからこうして一周回して、
ここに針をかけて上へ引き上げて、今ここで絞りの体験はしたことあるから、あ、なんとなくわかります。わかります。その先っぽのところをこの機械で引っ張って、そうです、上へ持ち上げる、この前の絞りの根元までぐっと引っ張る。で、ここで今こうやってやって締める。こうしてここで持ち上げて今引っ張る。だからここは印に回してるだけね、まだ絞ってない。で、今こう上げて今絞った。今絞った。そうです。こっちが、こっちはね、かのこだから、まあなたとしのこの柄、これです。あ、ご苦労様です。まあ、そう言っていただけるともう、やりがいがある。ここだけ写させてくださいね。はい。こんな感じで、つまぎ1、2の3回巻くんですけど。他のはどんどん大変なんで。柄とか何かは、こういうのは一つずつ1、2、3回糸を切って抜かなくちゃいけないから、これは一気に。これが金子縛りの。いやー、その座布団まですごい。座布団まで。すごい。ありがとうございます。なんか怖い怖いねんけど、なんやれ。ほら、この素敵な絞りの日傘が素敵で、私絶対絞りの日傘買う。いやー、怖い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 、いやー怖い。怖い、笑ってる。笑ってる。え、なんかやってくれんの？頭ポンポンって。ありがとう。やってもらい。いいんだって。これやったらいいんだって。やってもらった。頭やってもらった。何、なんか妖怪いっぱいいねんけど。天狗さんいた。天狗さん。すごい。さあ、なんかいいねんけど。すごい。え、いつもこんなんですか？まだ人で少ないくらい、ここがいつもあの絞りのお稽古させていただいてる。あ、そうなんですか。あら、素敵。中で今多分絞りしてらっしゃるかな。あ、ここで日傘のやつやってはるんですか？すごい。素敵。この黄色の色がすごい。すごい。京都からのお客様をお連れしました。こんにちは。絞り大好きで来ました。案内してもらったの。あ、なるほどな。え、これが電気じゃないの？ガスト？家の中にガス管が配置されてて、お金持ちの象徴って言われてます。すごいな。すごい、すごい。わ、なんかいっぱいある。いっぱいある。うん。あ、すごい。でもお金ない。全然いいやんな。見てへんけどまだ。すごい。そうです。で、結構ですから。はい。ぐるっと一周したら声かけてください。わかりました。そうしましたら縮めますので、はい、でも動画で撮ってますよ。でも顔は撮ってないけど。写真を一枚お願いします。有松太夫のおねりおねり。
うち、おいらんと間違われたんやけど、なんでやねん。面白かった YouTube ライブもぜひご覧ください。そしてこちらが有松でやらかした購入品。これは迷ってた傘、日傘、みんな素敵なの。刺したはって、うちも欲しくなって。これね、自分で作らはったんやって。買っちゃった。素敵なフォロワー様が皆様近くから駆けつけてくださって、遠くから来られた方もいらっしゃって、皆様の行動力にびっくりします。とっても素敵で、なんかバージーちゃんのフォロワーさんみんなちょっと派手じゃない？昔ながらの街並みがそのまま残ってて、本当に素敵な街でした。妖怪さんとあいあい傘したよ。名古屋駅に戻ってから美味しいうなぎもいただいて、ご飯おかわりしてお腹ぽっこりやのに記念写真撮らせていただきました。今回思い切って有松しぼり祭り行ってみて本当に良かったな。この後少しだけ有松しぼり祭りの地図を見ながら YouTube ライブをしたいと思います。行く前に思ってたこと、行ってみて分かったこと、悩んだこと、いろいろおしゃべりしたいと思います。ご質問もあればどうぞ。それでは YouTube ライブの会場へワープ。本日も最後までご覧いただき本当にありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方は、私の白い顔の丸いところをポチッとしてチャンネル登録お願いします。